こんにちは。日本学術書道会の田村貴山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、月映る長安半夜の鐘です。これは三蔵の西域に帰るを送ると題する詩に基づくもので、月の光も消えた長安の都にどこかの寺の鐘の音だけが寂しげに響いているということで、人影のない石漠とした深夜の情景です。認識主体を絶し、ただ対境のみが横たわる世界です。テーマから月を映る長安半夜の鐘を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。